はい、えー。昨日までですね、ご案内してた自由人錬金術ですね、3日間限定で案内してたやつなんですけども、えー、お手寄せいただいた方にですね、えー、個別でメールの方をお送りしましたので、ご確認ください。えー、メールの件名は重要自由人錬金術について、えー、メールの件名は重要自由人錬金術について、えー、こちらのメールの件名でお送りしてますので、えー、まあ、いついつね、えー、個別動画を添えて送ってますので、 えー、届いてる確率は非常に高いと思いますし、たまにね、ただ、えー、迷惑フォルダーに入ってますよとか届いてませんよっていうのはたまにありますので、もしですね、えー、メールがお問い合わせしたけれども、メール来てませんっていうことであるならば、この吉谷拓郎公式ブログですね。はい。えー、Google で吉谷拓郎公式、Google で吉谷拓郎公式とかで検索するとこのブログ出てきますので、こちらのお問い合わせ、 え、項目ありますので、このお問い合わせから、えー、回答、あの、お問い合わせしたけれども、メール届いてませんよっていうご連絡をしてください。まあ、そうした場合、まあ、個別で対応させていただきますんで、はい。こちらからも、もしメール届いてないという場合はね、あの、ここからご連絡ください。個別で対応させていただきます。はい。で、えっ、ー、と、まあ、今回ね、この自由人錬金術、最後、えー、なんだ。 あの、この最後のこのシークレット特典ですね。えー、これでも、まあ具体的な特典だったりとか、詳細の方を、あなんだ、話しました、うん。で、まあ再生リストでこの自動で稼ぐっていうシリーズでバーって言ってますし、まあ商品内容だったりとか、まああと最後の特典ですね。まあシークレット特典も全部こうお見せしました。で、今回僕からの特典が合計10個ですかね。 えー、合計10個あります。うん。で、まあ、動画でも言ってきたんですけども、まあ、あの、今回お問い合わせしていただいて本申し込みする方はですね、まあ、本当にこれを活用してほしいなと思います。今回、まあ、僕からの得点は10個ありと。が、えー、春、えー、春栄くんからの得点として、えー 3ヶ月の、えー、ズームマンツーマンコンサル。あとは、えー、っと、新商品ですね。令、え、和、ー、のステップメール2.0ですかね。これ新商品ですね。はいえー、この2つがつきます。 で、この自由人錬金術っていうのは、あの、コンテンツビジネスをやっていく上で01ですね。全く初心者の状態でもうどうやってコンテンツビジネスをスタートしていけばいいのかっていうのを、えー、わかりやすく解説していただいている教材になります。プラスアルファ、それを、ま、自動でこう、やっていくためにはどうすればいいのかっていうのは、特典でこの令和のステップメール2.0の、この新商品で、その、仕組み化していく、自動化していくっていうところではここで補ってますので、これ見ていただければいいんじゃないかなと思いますけど、 あのー、このマンツーマンコンサルをね、活用してほしいなと思います。普通だったらこれが、あの、高額のバックエンドの商品になりますので、これが無料ですからね。うん。だから、まあ、やってほしいのが、まあ、実際に勉強してステップメールとか作っていく過程の中で、まあ、春栄くんにその確認ですよね。まあ、報告確認。ほうれん草じゃない。まあ、これドリアガでも言ってるんですけど、ほうれん草しろみたいなね。あのー、そういうのをちょっとやってほしいなと思いますね。 まあ、サービ、あの、特典をね、活用するしないは、まあ、ご自身のご判断にお任せしますけど、僕からは、これはもう、使い倒せ、というところは言っときます。だって、これが僕は一番価値がある。僕はですよ。あな、あのーうん、僕はすいません。あなたがどう思ってるかわからないけれどもあ、僕はこのマンツーマンコンサルっていうのは通常だったらバックエンドでこう売られる商品が無料で付いてるので、これはね、もう本当活用してほしいなと思います。 で、動画でも散々言ってきましたけども、一人で稼げるんだったら一人でもう稼いでるはずなんですよ。ね。ダイエット一人でできるんだったらもうダイエットなんか誰でも成功できるわけじゃないですか。うん。で、それができないで悩んでるんであるならば、もう結果が出てる人に直接レクチャーを教わった方が良くないですかって話です。で、しかも、 10年後に稼ぎたいですか ?20 年後に稼ぎたいですかっていう話ではなく、できるだけ早く稼ぎたいですっていう人がほとんどですよね。っていうか、それが本音ですよね。じゃあ、早く稼ぎたいんだったら、ね、早く稼ぎたい。早く稼ぎたい。まあ、パターンですよ。パターンとして、パターン、前提条件、前提条件として、ね。前提条件として、 情報をいろいろ調べている今までいろいろ教材を買っているだけど7人で1人で稼げてないこの前提条件ですねだけど早く稼ぎたいとけれども早く稼ぎたいとだったらだったら <laughs> えー、かす、稼いでいる人、人に、えーえー、指南、指南を受けると。もうこれです。指南、指南でいいかな指南の意味調べていいですか指南。うん、教えも、そう。指南を受けると。もうこれがもう手っ取り早いですからね。で、一人で稼げる人は一人で稼げますから。情報あるし。 で、Google っていう大先生がいますから、Google が解決できない問題って多分ほぼないので、申し上げますね。Google が解決できない問題って、ほとんまあ Google 先生ですよね。まあ今僕は死難っていう言葉は大丈夫かなってこれ ?1 秒でね、死難とはなんぞやって教えてくれるわけじゃないですか。もう漢字書けないし、漢字の意味とかよくわかってないんですけど、別にわかんなくても、ね、まあ、調べればすぐ出てくるんで。 だから自分で問題解決能力がある人っていうのは今情報があるわけですからね。あのー、稼げるわけですよ。だけど、その、この状況下でも稼げない。これだけその、YouTube でも大量に情報があります。えー、Google 先生もね、えー、精度が高まりました。まあ昔、僕が、ね、インターネット入った時よりかは Google は精度非常に高まってます。うん。あ、明らかにね。検索、検索結果の 精度ですよねだ昔は、その Google とかは、そのなんだ、そのなんだ、小手先のテクニックで上位表示させてるサイトペ、なんかペラペラなページでもテクニカル的に上位表示上げてるサイトが上位に出,て出るとかありましたけど、今はある程度の質、質がないと上位に表示されないので、そもそもサイトが、サイト自身が。 情報自体がだつまり検索結果の上位表示されるやつっていうのは Google は一応認めている質、このサイトは質がいいよっていうのを一応認めてるわけじゃないですか。で、その精度が昔に比べると高まってるわけですから検索してすぐある程度のね、えー、情報には行き着けるわけですよ。で、そういう環境があるけれどもお稼げてないっていうことは一、まあ、人で問題が解決できていなかったりとか自分が今やっていることが正しいのか正しくないのか うん分かっていなかったりとかね。要は、なんだろうな。努力する、努力することは当た,当たり前だけど、間違った努力をしているのであれば、あそれは無駄な努力であると。な、なんだろうな。ハワイに行きたいのに、ハワイに行きたいのに、なんだろうな。 沖縄に行く方法を探してるみたいなね。一生ハワイに行けないじゃないですか。どうすか。一生行けないですよね。だってハワイに行きたいんですよね。じゃあハワイに行くチケットの取り方とか、ハワイに行く情報を取りに行かないといけないのにうーん、沖縄に行く情報を取ってたら、一生ハワイに行けます。行けないですよね。だって目的が変わっちゃってるので <laughs>。うん。だからその努力の仕方が合ってるのか合ってないのかっていうところを、やっぱ稼いでる。まあそれはやっぱ経験値がある人。 に教わった方がある程度、絶対ではないけど、ある程度的確に、いや、これはこういうふうにした方がいいですよ、みたいなのを教われるので、そういう風にやっていただきたいなと思いますね。うん。まあ、僕自身もこれからいろんな商品を売ってきますけど、今は正直どちらかというと、僕も塾、ドリームアカデミアっていうところをやってますけど、 もう、売りとしてはやっぱサポートで売ってる部分があるんで、ドリアカンも僕60歳までサポートしますよっていう売りでやってるんですけど、いや結局一人でできない人が多いんですよね。一人で成功できるんだったらですよ。一人で成功できるんだったら。ぶっちゃけまあ本も昔からあるじゃないですか。こう成功、成功をね。成功する方法。成功したいと。いっぱいありますよ。なんか本。<laughs> どうですか。めちゃくちゃありますよ。こんな。 成功し、もう、アマゾンでこの成功でけ、成功で調べたら、ね、いっぱい出てくるんじゃないですか。ねじゃ、これで成功できるわけじゃないですか。ど、どうすか。こう、もう教材だけで、情報だけで、教材だけで成功できる。じゃあもう、十分じゃないですか。まあ、アマゾンで成功できますよね。もはやここに載ってんだから。まあ、あとね、アフリエトで稼ぐとかね。まあ、その、あの、 ネットビジネスってアフリエイトみたいな話ですよね。今更聞けないアフリエイト入門。1600円で、1500円ですかねこれはキンドル。いっぱいありますこれアフリエイト。<laughs> 昔ね、17年前はこんなで本も出てなかったですからね。17年前、まあこれ、まあレターでも書いたんですけど、17年前僕がかか買った本っていうのは、ホリエモンライブドア。 ライブ、あ、アフリエート。あ、出てこないかな。ホリエモン。ホリエモンライブドアブロック。アフリエート。出てこないかな。ちょっと出てこないな。これちょっグーグル画像検索していいですか。こ昔僕が買った本が、あ、これですよ。これですよ。これアマゾンでもまだ売ってるかな。これね、2005年ですね。2005年。だからもう17年前ですよ。 僕はこれを買いました。僕は <laughs>。僕はね、これを買いましたよ、17年前。その当時、だからそのブログっていうのが出てきて、ブログで稼げるよみたいなね、あのー、が出てきたわけなんですけども、アフリエイトっていう言葉が出てきて、まあ本もね、ちょいちょいこう出てきたんですよ。で、昔ってそんなにそのアフリエイトで稼ぐっていう本もあんまり出てなかったですからね。 ただもう本当は17年前ぐらいから主婦がブログで稼ぐみたいなのがちょこちょこまあブログ、無料ブログがこう出始めてきたっていうのもあるんですけども、今はどうですかねもうめちゃめちゃあるじゃないですかそのアフリエイトで稼ぐみたいな。まあアフリエイトで稼ぐで検索したらめちゃめちゃ本出てきますこんな。こんなもん17年前こんな本なかったですからね、そもそも。<laughs> めちゃめちゃあるじゃないですか。まあアフリエイトっていう言葉もだいぶ、まあ、 認知度っていうか、ね、知られるようになったと思いますけど、昔アフリエトっていう言葉すら概念すらなかった時代ですからね。こめちゃくちゃあるな、もう。ありますよ。昔なかったんですよ。昔。<laughs> この時代は、申し訳ないけど、僕この時代からネット入ってますけど、この時代は、う今より、まあ、明らかに情報少なかったですよ。うーん、そう。 じゃあ一人で稼げるんだったら一人で稼げるので、一人で問題解決して一人でやってくださいって話です。本当に。別に買わなくてもいいんですよ。まあ、売っときながらね、あれなんですけど。そう、だから今回お問い合わせいただいた方は、本当にこれを利用してほしいっていう最後の推しですね。てか、利用しないとダメです。うん。だって一人で稼げてるんだったら別にね、もう売る側になってるわけですから、今、プ、 プロモーション仕掛ける側になってないといけないし、ステップメール書く側になってないといけないし、リストを集める側になってないといけないわけじゃないですか。で、それが今買う、お問い合わせする側っていうことはそれができてないってことですよね。であるならば、あの、稼いでる人に指南を受けてください。で、なんでそっちの方がいいのかっていうと、経験があるからです。で、経験があって、なおかつそのマンツでね、個別でなんだろうな、カスタマイズして、情報をカスタマイズしてくれるので、うん。 これはね、ほんと僕はね、これが無料で付いてるってね、普通ないですからね、うん。な、なんでここにみんな価値を、まあ、まあ今回お便せいただいた方はですよ、お便せいただいた方は価値を感じていただいてる方いましたけども、ここに価値感じないのかなと思うんですよね。うん。なんかみん、まあ僕もいっぱい商品売ってるんで、まあぼやぎみたいになっちゃいますけど、みんなね、やっぱね、ノウハウが欲しいんですよね <laughs>。 なんか、ま、結局、アマゾンで見るならば、結局、ここのタイトルが欲しいんですよ。この、このタイトル見て自分でもできそうかな、みたいな。<laughs> なんか、タイトルが欲しい、みたいな、もはや。<laughs> これいいじゃないですか。バカはバカなりにできることやればいい。おっしゃる通りだな。<laughs> 評価1だけど。でも、このタイトルいいっすね。パクろうかな。これ、めちゃめちゃいいじゃないですか。うん。さバカはバカなりにっていう。いいですね。 今、めちゃめちゃありますからね、情報は。YouTube で検索してもね、アフリエイトで稼ぐで検索しても、もう相当あるんじゃないですか。はい、もうめちゃめちゃ出てくるじゃないですか。めちゃめちゃ出てきますよ。めちゃめちゃ出てきますよ。めちゃめちゃ出てくるじゃないですか、こんな。無限で、まあ、切り抜きば、そう、あの、青白王子がね、アフリエイトやれって言ってるんで、切り抜き動画いっぱいあるけどな。 どうすかこれもう無限に出てきますよ。からもうこうスクロールしても終わんないじゃないですか、これ。<laughs> どうすかえ、情報くどんだけあんだって話ですよね。どうすかまだありますよ。だからもうこれ一生終わんないんじゃないかな、これスクロールしても。<laughs> だ無料で情報なんかもう,もう無限にありますからね、こんなの、本当に。まあ昔、まじで、まあ昔 YouTube もなかったんで。どうすかこれ無料っすよ、全部。うん。なんで稼げないんですか なんで稼げてないんですかこんだけあんのに。そう。え、ここに、じゃあこれね、これ全部出てくるじゃないですか。これ全部詐欺師ですかこの人たち。全員詐欺師ですかこれ。ここで情報発信してる人。もちろん一部はいるでしょうね。一部はいるかもしれないけれども、全員詐欺師なんですか全員言って、ここで話してる情報っていうのは全員全部嘘っぱちですか全部嘘っぱちですかなわけないですよね。<laughs> なわけないじゃん。 全員詐欺師みたいなね。全員この、ここで言ってる情報嘘なわけないじゃないですか。だかそれも情報を見ればねは、まあでも初心者の人はそれも、それをそのジャッジできないっていう部分はありますけどね。うん。まあじゃあこれがね、本当に儲かんのか儲かんないのかっていうジャッジができない部分があります。で、なんでジャッジができないかっていうと、ね。なんでここで、まあよく言うのが、よくあるのが、これなんですよ。 本当に稼げるんですかっていう。これなんでこういう質問が来るかっていうと、経験がないからですよね。自分が稼いだ経験がないからこういう質問が出るんですよね。自分が稼いだ経験がないからこういう動画を見て、嘘なんじゃな、ね、い詐欺なんじゃな、ね、いと思うわけじゃないですか。じゃあ実際にね、100万稼いでる人がね、じゃあこれ動画見るじゃないですか。あ間違いないなって、すぐ分かりますよね。どうですか。もう一度言いますね。自分が、自分が、 ネットで100万稼いでますと。じゃあアフリエイトでしましょうか。アフリイトで。自分がアフリエイトで,で100万稼いでますっていう経験があります。経験、経験値があると。で、この状態で動画なんかの見るじゃないですか。で、話聞くじゃないですか。あ、この人ちゃんとしてるなとか、あ、この人、まあ、間違いないなって分かるんですよ。経験があるんでね。あ、この人とは確かになと。もうおっしゃる通りだなと。 ちゃんとやってるなと。あ、この人本当稼いでるなって分かるんですよ。そうは経験があるからね。自分100万稼いでるわけですからアフリイトでね。<laughs> だから稼げない、稼げてない経験値がない人っていうのは逆に本当に稼げるんですかってなるわけですよ。じゃあなんでですかっていう自分が稼いでる経験がないからですよね。だから、こんだけ情報が逆にあるのが逆に、うん、いや、吉田さん、確かに情報はあるんだけど、何やっていいか分かりませんってなるわけじゃないですか。 <laughs> そうだからまあ稼ぎたいんだったら稼ぐことですでね今ありがたいことになんだなこの時代僕の時代とは違って稼げるようになると先ほど言った通りに何経験値がこう上がると何かっていうと経験値が上がると質が良い情報を自らすべ自ら無料でガンガン取れるって話です 経験値が上がると、無料のね、そのいろんな情報から質が良い情報だけを抜き取れるようになるんですよ。あ、この人ちゃんと言ってるな。あ、この人、あ間違いないな。あ、確かにな。みたいになるわけですよ。経験値があるとね。わかりますだから稼げるようになってる人っていうのは、もうね、あの、今はね、もう天国なんです。もうあの、なんかもう確変状態です。はっきり言って。 今、経験値がある人、稼げてる人っていうのは、情報が無限に出てき,きて、もう、しかもし、あの、それを取り出せるので、もう、格変なんですよ。だけどの、初心者の状態でずっと稼げてないと、もうね、情報の、なんだ、荒波に、飲まれて、飲まれて、死んでいくっていうね。だから、今、ほんとね、稼ぐが勝ちっていうね、これ、稼ぐが勝ちっていう、堀江さんあったかな。稼ぐが勝ちっていう。 稼ぐが勝ち。堀江高海。これも古いですね。これすみません。十、これも17年前ですね。これもすみません。17年前の本ですね。稼ぐが勝ちっていう。<laughs> 古いな、俺。うん。だ稼ぐ、稼いでる経験があると、今はね、情報を、価値の質のいい情報を取れるんですよ。だけど経験値がないと、いろんな情報にう往さをされて、情報の洪水に飲まれるというとこなんで、稼いでください。稼いでください。 稼いで経験値上げてください。そうすればも、もう何も買わなくても無限像に取り出せます。だけど取り出せないものが一つあるとするならば、こういうマンツーマンですでに経験値がある人からカスタマイズされた情報ですね。それはやっぱね、Google で探しても自分にカスタマイズされた情報ってないんですよ。要は、 グーグルで検索する情報とか YouTube に出てくる情報って自分にカスタマイズされてないんですよね。だけどこういうマンツーマンで教わるものっていうのは自分にカスタマイズして教えてくれる情報が来るのでめちゃくちゃピンポイントなんですよ。だからこれはね、だからグーグルでいくら検索しても無理な部分があるわけじゃないですか。だからここに僕は価値があるんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ一般的にコンサルっていうのは高額なわけですよ。普通に。 で、それが今回無料でついてるわけなんで、マジで活用してください。これを使ってください。ね。あの、マジでこれを使ってください。で、万が一、まあ、ないとは思いますけども、いや、吉田さん、あんだけね、俊英くんのそのマンツーマンコンサルを押しといて、なんか俊英くんと連絡がなんか、なんか、なんか取れないんです。なんか、こん取れないんです、みたいなのがあった場合は、僕は俊英くんに言いますんで、何やってんだお前、みたいなね。おい、みたいな。<laughs> あの僕が、あの、なんか、あの、つ,つきますんで。まあ、それはまあ、僕に言ってください。あんだけ吉田さん、マンツーマンコンサルをしてたのに、シュウエイ君がコンサルしてくれないんですけど、みたいな。音信普通です。まあ、多分ないと思うんで、ないと思いますけど、まあ、万が一そういう場合があったら僕にお答えください。ね、ちゃんとあの、サービス提供してくれるはずなんで、シュメイ君はね。うん。 これをもう本当利用していただきたいなと思います。で、俊英くんも、でね、この裏話しましょう。で、僕は俊英くんに、あのまあ、俊英くんはドリアカン勉強してるんで、まあ、僕が言わなくても分かってると思いますけど、w h a t ぜじゃあね、なぜね、まあ、これも言っときますけど、なぜ、その高額のバックエンドで売りたいコンサルを無料でできるのかって話です。どう思います これはドリアカでも教えてるんですけど要はこのマンツーマンコンサルすることによって確かにその労働はかかるんですよただこっから得られるものが俊英くんが得られるものですねこれはまあドリアカでも教えてるんだけども、まあ、コンサルをすることによって現場で抱えている、まあ、お客さんがね お客さんが抱えている悩みを現場レベルで直接聞くことができる。つまり、つまり、つまりですよ。つまり、つまり次のプロモーションに使えるってことです。 まあ次の商品販売のプロモーションだったりとか、次の無料プレゼントの企画だったりとか、要は現場でお客さんの名前、あの、あの悩みを聞くわけじゃないですか。マンツーマンでね。そうすることによってそ、悩みを聞けるわけですよ。で、ね、な、悩みっていうのは、僕たちからするとお金の源泉なんですよ。わかります 悩みを解決するコンテンツをぶつける。悩みを解決する商品をぶつけていく。それが、まあお金の源泉なわけですよね。じゃあお客さん何に悩んでるんですかっていうのを現場で聞けば、ね、それはお金の源泉になるわけじゃないですか。だからなぜこのマンツーマンコンサル無料で今回提供してくれてるのっていう、できる、でき、そもそもできるのっていうのは、こういう裏があるってことです。要は結局、春く君の、な、次の、 売り上げにも貢献できるってことです。まあ、ちょっと大変ですけどね。ちょっと大変なんだけど。<laughs> マンツーマンやっていくのはね。でもこれもドリアカード教えてますからね。あの、コンサルやれっていうのは。コンサルはやれと。で、な、なぜコンサルやらないといけないのかっていうのも教えてもらるんですけど。まあそれはシュウイも勉強してますから。うん。でも普通はね、これ、これ普通はこれ有料ですからね。あの普通はね。すいません。ただまあ今回ね、なんか裏があるんじゃないか、吉田さんと。 高額、なんか、またなんか売り込んでくるんじゃないですかと。バックエンド売り、なんかその強引な売り込みがあるんじゃないですかって。まあそれはわかんないです。売り込みあるかもしれないです。うん。でも、この3ヶ月中に売り込みはないと思いますけどね。さすがに。うん。ただ、売り込みあるかどうかはすいません。周辺くんに聞かないとわかんないんであれですけども、少なくても、この、このマンツーマンコンサルにね、 えー、受けてる人にまたバックエンドで売っていくっていうもちろん一つの方法はあるんだけども別にここでねあの悩みお金の源泉を聞けば他のそのこの人以外に別に売れるわけじゃないですかわかりますまあ、この人にだ例えば3ヶ月終わった後じゃあもう3ヶ月次有料になりますけどどうしますかっていうオファーそれどそれはどうなんですかねそれはなんか売り込まれたってなるんですかね あの、無料の期間終わったんですけど、あの、もう延長しますまあ、次はすいません。有料になりますけど、どうしますかっていう案内は、強引な売り込みですかお聞きしたいんですけど。まあ、今まで無料でやりました。提供しました。で、すいません。次からは有料になりますけど、延長しますかしませんかっていう売り込みに関しては、強引なセールスですか強引な売り込みですか別に普通だったんですかね。<laughs> まあ、それは俊ュウエ君が3ヶ月後どう、どういう風にね、するかは僕はわからないですけど。 ただ、そこで売らなかったとしても、どっちでもいいんですけど、ここの、なんでコンサルをした方がいいのかっていうのは、それはドリアカでも教えてるし、こういうことです。僕たちコンテンツビジネスっていうのは、悩みをこう解決していくっていうのは結構もうコアな部分なわけですよ。だから悩みを現場で聞くっていうのは、つまり自分のためなんですよね、実は。うん。はい。ここまで言ってますからね。ここまで <laughs>。 これなかなかこのここ、ここまで言うやついねえと思うんですけどね。どうですか。<laughs> しっかりそれも伝えときますんで、大丈夫ですか、はいまあ、とりあえず、まあ、マンツーマンコンサル利用してくださいって話です。はい。はい。ということで、えー、今回ね、えー、お問い合わせいただいた方はですね、まあ、本申し込みするかどうかはちょっとわからないですけども、本申し込みした場合は、えー、しっかりと特典を利用してください。で僕からの特典を利用したい場合は、 あの得点の受け取り方法をメールで記載してますので、えー、その確認した上で、えー、得点のね、申請していただければなと思います。はい。で、本当にね、稼げるようになると、今はね、もう確認状態なんで、マジで。うん。稼げるよう、だからもう初心者がダメなんですよ。本当にもう,もう初心者が悪です。で、なんでかっていうと、情報がありすぎるので、初心者経験がないと、もう何やっていいか分かんないですよ。逆にありすぎるんでね。 だから今本当にもう洪水なんですよ。もう、あもう、もう、やばいです。もう、情報のもう洪水なんで、初心者であればあるほど、もう何やっていいかもうわかんないし、どの情報が本物なのかわかんないですよ。こっから探せってわかります僕はわかりますよ。僕らも、僕なんか見ればもう、一尾、一は個体ですけども、話聞けば、この人がちゃんと、ちゃんとやってる人なんかやってない人なんかわかりますよ。 それは十7年も経験もあるし、なんだ。まあ、ずっと稼ぎ続けてるので。だけど、初心者の人って、まずこっからじゃないですか。うーん、みたいなね。わ <laughs> かります <laughs> そう。ま、アマゾンでもね、本、もうめちゃめちゃあるわけですよ。どれがいいのかな、うん、みたいになるわけじゃないですか。ね。そう。だからもう、稼いでください。稼ぐが勝ちです。はい。稼ぐという経験がないと、多分もう情報の洪水に、 あの飲ままれて終わりますからこれからも,もうガンガン出てきますいっぱいいろんな情報がね。これが熱いとか、あれが熱いとか、こうだ、ああだ、こうだって。もうめちゃくちゃ出てくる。<laughs> だからもう稼いでください。経験値つけてください。100万自分でね、アフリエイト、もしくはコンテンツビジネスとかでもいいんですけど、その稼げるようになったらね、まあ、情報は、あの質のいい情報を無料でガンガン取れますんで、もう格変です、今は。うん はい。ではですね、えー、動画はこれで終わりたいと思います。はい。お問い合わせいただいた方はですね、しっかり考えていただいて、本申し込みするかを検討していただければなと思います。で、本申し込みした場合は、しっかり特典の方をね、利用していただければなと思います。はい。では、動画の方を終わります。ありがとうございました。